どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきたいと思います。本日の授業のテーマは、先週に引き続き、ラッドウィンプスの曲が好きすぎる、君の名は編となっております。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけでですね、本日は、ラッドウィンプスの曲の君の名はというアルバムの、楽曲についてお話ししていきたいなと思います。前回の動画では全然前世を聞いたことがない人が聞いたらちょっと刺激が強すぎるラッドウィンプスの曲を紹介したんですけれども、本日は君の名はで使われた全ての曲が入っているアルバム君の名はから私が大好きな曲をお話ししてその良さを伝えていけたらなと思います。で、また映画本編のネタバレは一切しませんのでご安心ください。それではよろしくお願いします。発表の形式としましては、このアルバムは結構収録曲がいっぱいありまして、いわゆる主題歌っていうのが、まあ、歌詞が入ってる曲ですね。これは4曲あります。で、その他に劇伴と呼ばれる、まあ、挿入歌みたいな途中で流れる、まあ、BGM みたいなやつがいっぱい他にも20何曲入ってるんですね。なので、まあ、主題歌は主題歌、劇伴は劇伴で、好きな曲を紹介していきたいと思います。まず主題歌からお話ししていきたいんですけれども、主題歌は全部で4つあります。まあ、この主題歌の中でも1位を決めようとしたんですけれども、ちょっとそれはねできませんでした。なんでかっていうと、どれも1位っていうか、まあ、全部で4曲全部で、まあ、1つみたいなところがあります。でその中でも一番ヒットした全然前世っていうのは、まあ、その4つの中でもリード曲みたいなもんで、こうアイキャッチのような君の名はっていう作品の、まあ、目印みたいな、そういう存在かなと思っています。だから一番ヒットした全然前世がこの4曲の中で優れているとかそういう話じゃなくて、全部まとめてこの、君の名はの良さを引き立てている楽曲だと思うので、まあ一個一個ちょろっとずつお話ししていきたいなと思います。で、一番最初に出てくるのは夢灯籠という曲です。で、これはオープニングで使われている曲でして、この曲が流れている間に映画のストーリーをギュッと短くした映像が流れています。まあなんか人によっちゃこの映像を見ただけでもうストーリーとか結末とかオチが分かっちゃうっていう人もなんかいるらしいですが、まあ私は一回見ただけで映像のオチが分かっちゃうような読解力っていうかそんなもんはなかったもんで、まあこういう人物が出てくるんだなっていうのが分かったりして、この映画のプロローグみたいな感じの曲として使われていますね。で、次が、全然前世です。ど田舎に住んでる女子高生と東京に住んでいる、男子高校生が入れ替わってしまうっていうところから話がスタートするんですけども、その入れ替わりの世話しない日常が描かれているバックで全然前世がバッと流れるんですね。すごい疾走感があって、まあ、爽やかでザ青春みたいなあのキャッチーな曲ですので、まあこれはね言及しなくてもいいのかなって思いますけども、この映像のバックにはやっぱりこの曲しかないなってやっぱり何度見ても思える素晴らしい曲だと思います。次がスパークルですね。全然前世が流れてから物語のかなり後半になるまで歌が入ってる曲っていうのはないんですね。クライマックスの直前ぐらいで流れてくる曲なんですけれども、今からラストシーン来るぞっていうところの盛り立てになるような、で結構スケールの大きな感じのする曲ですので、新海誠監督の作品って結構スケールの大きな作品が多いんですけれども、作品に奥行きを感じさせる演出としてこのスパークルっていう曲は効果的な演出としてこう映像を引き立てているのかなっていうふうに感じます。で、最後本当にエンディングですね。エンディングで何でもないやという曲が流れます。物語のその後の主人公の2人の様子を描かれている映像のバックでこの曲が流れていっておしまいっていう風になるんですけども、すごいこう余韻に浸らせてくれるというか、夢灯籠とか全然前世はすごい前に前にっていう曲なんですけど、何でもないやはこうすごい一番しっとり落ち着いている曲で、こう全部終わった後に2人の物語を俯瞰してこうだったなって言ってくれるような、こうストンって落としてくれるような優しい曲なので、はい、これもおすすめです。というわけでですね、4つ全部がいい主題歌について、まあ、お話ししてまいりました。まあ、この辺はねこんなことね私が言わなくったって好きな人はもう聞き込んでるんで、うるせえうるせえって感じだと思うんですよ。で、まあ、今回は、まあ、この4曲に比べたらあんまり意識して多分聞いたことがない方が多いんじゃないかって思う劇伴の方についてお話ししていきたいと思います。で、劇伴の曲っていうのは結構数がありまして、まあ、全部紹介していたらキリがないので今回は5曲
まあ、正確には4曲になっちゃうんですけども、紹介していきたいなと思います。まず1曲目、作戦会議という曲です。こちらはですね、物語のだいぶ終盤の方で、主人公たちがいる村に、まあ、危機が襲いかかろうとするので、それを回避するために仲間同士で作戦会議を立てるというか準備をするんですけどもね、大人に内緒で準備をするシーンがあるんですけれども、そこで自分たちが何かこう世の中とか世界を救うみたいなことを、大きなことをするために何か追っ始めるみたいな感じ、そのなんかちょっと緊張感がある感じと、やってやるみたいな焦燥感も感じさせるような、ちょっとピリッとした曲ですね。多分全部の曲の中でも最もラッドウィンプスっぽいというか、まあ、全体的に君の名はで使われている曲はちょっと優しい曲とかピアノが入ってる曲が多いんですけれども、あとストリングス系バイオリンとか弦楽器が入ってる楽曲が多いんですけれども、この曲は、まあ、ギターとドラムが結構バチバチに聴いてる曲でして、一番なんか自分的に、ああ、この曲に近いなって思ったのが、学芸会っていう曲がありますよね。あれの後半、一番ラストで蝶々に転調すると思うんですけど、なんかその辺のギターのリフとかになんとなく似てるかなっていうか、ああいう感じの幕仕立て方をしてる曲なので、ラッド好きな方は、おー、ラッドっぽい、めちゃくちゃこう、ラッド節が効いてるっていう曲なので、結構おすすめですね。次、2曲目です。でこれちょっと時間の関係でもう名前だけ紹介させてください。記憶を呼び起こす滝です。この曲については申し訳ないんですけども、コメント欄の方で語らせていただきますので、興味のある方は、コメント欄を覗いてみてください。次、3曲目もあります。3曲目は御神体へ再びという曲です。ここでは男子高校生の滝くんがですね、人の手が入っていない自然の山にね、踏み込んでいくんですね。で、なんか別にそんなこと明言されてはないんですけども、自然のこうエネルギーがすごい高まっている場所みたいなところにこう近づいていく、この緊張感っていうのがすごい感じられる曲で、めちゃくちゃ好きです。で、ものすごい神秘的なんですね。音選びがすごい美しくって、で、なんか雰囲気としてこうなんか真っ白なイメージで、透明で、なんかそんなところに一人で踏み込んでいこうとする滝の緊張感であったり、滝の決心みたいなものも感じられるので結構好きですね。で、なんかその自然との関わりを感じるのは、このシーンで天気が悪くなる描写があるんですね。一気に雨が降ってくるんですけども、なんか別に滝が入ったから雨が降ってきたわけではないんですけども、こうそういう人の力では叶わないようなことが起こる場所にすごい不安なところもある中で、それでも踏み込んでいくっていう、こう滝の決意みたいなところが感じられる曲なので、それをすごい引き立てている曲なんですね。っていう意味でめちゃくちゃ好きです。はい。で、このすぐ後にある曲が4曲目に紹介する曲です。4曲目は口上酒トリップです。ここはですね、そのさっきご神体に行った滝が口上酒っていうお酒を飲んだ直後に流れる曲なんですね。で、本編ではこうなんか水にポチャンって落ちる音とか、いろんな SE とかですね、あとセリフが足されているので曲だけの音ってなかなか聞こえにくいんですけども、曲だけ聞いてるとなんかね、すごい長い時の流れみたいなものを感じる音があって、すごい不思議な浮遊感を思わせる曲です。まあ、滝はその時の中に迷い込むみたいなイメージなんですけども、映像の内容とかその映像の趣旨に関わる部分として、ラッドの今までの曲に似ている雰囲気としては、オーダーメイドの歌詞の内容にちょっと通じるところがあるのかなと思います。あの細胞分裂のところとか見ててそう思ったんですけれども、別に音はそんなに関係してないんですけども、曲の感じの印象と、なんとなくその口上酒トリップの映像の印象っていうの、最初ら辺ですけどね、ちょっと似てるなと思ったので、はい、紹介させていただきました。で、最後5曲目はデート2です。何が2かと言いますと、最初の方にデートっていう曲があるんですね。で、物語のすごい最後の方にデート2っていう曲があって、滝くんが、まあ、片思いしてるというか、ちょっと気になっていたバイト先の女の先輩、奥寺美希先輩っていう方がいるんですけども、その人とのデートのシーンで流れているのがデートっていう曲でして、ちょっと曲名とややこしいんですけども、
まあ、どっちもデートのシーンなんですけども、ちょっと音が違うんですよ。でデート2はそのデートの音を少しいじってアレンジしてあるんですね。でこのデート2の時のデート模様はですね、実は物語の序盤からは何年か時間が経っていまして、その時のデートの時に流れるんですけども、なんかその音が少し変わっているっていうところで、奥寺先輩のちょっと変化であったり、滝自身のこの前半の物語を経ての心境の変化みたいなところで、奥寺先輩や滝のこう年月による変化をこのメロディーラインのアレンジで表したかったのかなって思うところがあって、その滝自身が無意識下に置き去った記憶をこうちらつかせるような音が後半で入れてあるので、なんか滝が意識できない記憶の方が滝に何か語りかけているような、なんかそんなニュアンスを感じさせるアレンジが効いているので、このちょっと違いっていうのは結構微妙なところなんですけども、よく聞くと違う音が結構ありますので、映像以外への演出っていう面で楽しませてくれる曲だと思います。はいはい、それでは本日はラトウィンプスの曲君の名は編でお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。今日紹介した曲以外にもですね、こう他とテイストが全然違う曲もあったりして、まあ、全部紹介したいんですけども、なかなかそれはね、ちょっと今日は絞りに絞って4曲かっこ5曲ですけど、まあ、その辺を選んで紹介させていただきました。他にもこの曲めちゃくちゃ良くないですかっていうのとかあったら、ぜひコメント欄の方にお願いします。今回はラトウィンプスの曲を中心にお話しさせていただきましたけれども、君の名は映画の方の授業動画もまたアップロードできたらなと思いますので、そちらの方もまたチェックよろしくお願いします。はい、それでは本日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。